ジュールそこから見た、ヒメルビエアウエズ山頂から、ヒメルビエアウエズは、デンマークの竜とシルケ棒の間のソホヨランデットにある山で、長く、デンマークで最も高い山として扱われてきた。標高は147メートルで、1847年まで、デンマークの最高峰と信じられていたが、大規模な科学調査で近傍の漏れホイが、標高170.6メートルで、 自然最高点であることが示されたが、斜面の大きさや地形と湿度などから漏れ本よりも山らしく見える。麓のジュール底から丘の頂上までの海抜さは121メートルあり、これはデンマークの地形としては珍しい。山らしい斜面は氷河時代に谷が侵食されてできたとされる。19世紀にデンマークのナショナリズムが高まって以来、 山の周辺は200年以上にわたって様々な集会や祭典が開かれる場所となっている。デンマークの憲法の施行記念の日を祝う祭典が開かれるようになり、1875年には頂上にデンマーク王国憲法の施行に功績のあった国王フレデリク・ナ世を記念する赤レンガの塔の塔が作られた。1915年の女性参政権導入の記念碑も建てられた。 ありがとうございます。